遊び銭をね他の人の財布に手突っ込んで盗んで、で相手の前でいい格好するなんてね、本当に人間のクズのやることだと思います。波動拳、皆さんこんにちは。日本元気にする YouTuber 岡本芳樹です。今日もよろしくお願いします。おす、今日は頂き女子リリちゃんの裁判の判決出ましたっていうお話をしてみたいと思います。今日の話ね、別にそれ興味ないよっていう人もいると思うんですけど、僕の思うところみたいなのをですね、聞いていただけたらなと思ってます。執行猶予つかず実刑9年で、25歳やったから34出てきたら、もうちょっと実際は刑務所の中でいい子にしてたら短くなるんで、32歳ぐらいに出てくるんだと思うんですよ。で罰金800万円という超軽い金額ですね。で実際何をしたんだっていうとですね、2つ罪があって、1つが恋愛したいとか結婚したいっていうその男性かっこ持てないかっこ閉じるの感情を揺さぶって1億5500万円の詐欺を働いてます。で詐欺で1億5500万って言ったら、大きな詐欺が目立つ中ではさほど目立たないけど、結構な金額で、実刑になることは多いですねという話ですね。で次がこっちも重いんですけど、もう一個がこうやって感情を揺さぶんねん、こうやって金引っ張んねんみたいなマニュアルを売ってやがったと。これをまたその犯罪を助長する上にそれをお金に変えてたっていうですね、二重三重の罪が重なってるんですね。で二度とこんな人が現れては困るということもあって執行猶予がついてないのもあると思うんですけど、本人は反省してるって言ってるわけですよ。とはいえですよ、一応これホストに貢ぎたいから他のやつ黙らかしたっていう理由らしいんですよね。で実際ホストも貢がれたという事実を認めてるし、それが悪いことして引っ張ってるお金だっていう自覚もあったと言ってて、1800万円は返そうとしてますみたいな話も出てるんですよ。とはいえですよ、騙し取ったお金が1億5500万、罰金が800万、返すのが1800万、誰が納得すんねんということですよね、これね。いやいや、これね、満額返しときっちゅうね。満額返してるんやったら話は変わると思うんですよ。で満額返しもせんといて、今返せるのはこれだけだからそれで勘弁してくれやって言ったらですね、お金は返ってけえへん、時間は返ってけえへん、気持ちは踏みにじられたと。でさらにこれめっちゃうまいことやれますせっつって、それを金に変えて他の人にも売ってたと。こうなるとですね、誰の感情が収まるのと。じゃあこれ売りつけられた人は詐欺の手口なのに、本人は捕まるのに、それ真似てやったら実刑判決食らうのに、それ売りつけられた。じゃあ買った子も被害者っちゃ被害者、加害者になろうとしてる被害者ですよね、ということになるじゃないですか。これリリちゃんのところってどこかばうとかあるのみたいな話になってきますよねってなるわけですよ。で本人は判決理由を述べられてる時に、こうなんか立ちくらみたいなのしたのか、めまがいしたのか、フラフラし始めたので、裁判所から、いや、腰掛けてくださいっつって、一般的に立って聞くんですけど、あ、座ってくださいって言われたぐらい、想定外、そんなことありえない、9年も食らうのみたいな気持ちで本人いると思うんですけど、短いくらいです。一生働いても1億5500万たまらないのが世の中で、それを本人が身勝手にホストに貢ぎたいからっていう理由だけで、一玉くらかしといて、その金を取っといて、で返すこともできず、で判決たった9年で済んだのに、それをですね、そんなことありえないよっていう、無期懲役ですって言われたって、分かりました、仕方がないですねって受け止めてほしいと僕は思ってるぐらいですよ。なのにたった800万の罰金で、たった1800万ホストも返すって言ってて、これで9年刑務所入るだけで済ましてもらえるなんて、本当は日本はいい国だなぐらいに思ってます。でね、こういうね、悪いことをして金稼ごうと思うのはね、本当にやめてほしい。あのね、グレーなところで金稼ごうと思わない方がいい。もうね、とにかく綺麗に行こう。お金は綺麗に稼ぎましょう。で、そっから上手に増やしていきましょうっていうふうに考えるべきです。しかもその遊び銭をね、他の人の財布に手突っ込んで盗んで、で、相手の前でいい格好するなんてね、本当に人間のクズのやることだと思います。リリちゃんが9年後、に刑務所から出ていただけた時、世の中はすごい変わってると思いますし、ちょっとやそっとの反省では取り返しのできないぐらいミスをやったと思いますけど、それを SNS でね、自慢げに言ってた自分のその
お勉強の足らなさみたいなところですね、9年間大いに反省していただきたいなと思ってます。でこれを見てですね、皆さん同じような手口で引っかからんといてほしいし、同じようなことをしてお金集めるようなこともせんといてほしいと思ってます。日本はですね、もっと住みやすい国であってほしい、もっとこう元気な国であってほしいというのが、まあ僕の願いで、皆さんがですねひどい目に合わされたり、ちょっとひどい目に合わせてやろうなんて思わない国でいつまでもあってほしいと思ってますってことでですね、今日のお話はここまでになります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。よかったら皆さんのご意見コメントしてください。また会いましょう。バイバイ。